コッシーのオケラクサイクリング。おはようございます、コッシーです。朝4時ですね。まだ真っ暗です。今日は檜原村の、カノト岩っていう、東京最果てのパワースポットと言われているところに行ってみたいと思います。前々からね、気にはなっていたんですけど、というよりも前回の時坂峠の時に帰りに寄ろうと思ってたんですけども、まあ、あの時はね、体調不良でもう一刻も早く帰りたかったので寄らずに帰ってきてしまったので、まあ、今回改めてカノト岩を目的にちょっと行ってみたいなと思います。もうね、ここのところやっぱり、まあ、前回熱中症になってるということもあってね、普段4時半とか5時に出発してるんですけども、まあ、今回は4時出発ということで、まあ、できるだけ早くに行って、まあ、サクッと帰ってきたいなと思います。はい、そこのローソンストア100で宮古昆布を買っていこうと思います。はい、宮古昆布買ってきました。これでね、また塩分とミネラルを補給したいと思います。ちなみにね、ローソンストア100だと3個で100円です。東の空がだいぶ明るくなってきたので、進行方向がもう少し明るくなったらライトはね、点滅に切り替えたいと思います。バッテリーの節約で。走り出して30分ぐらい経ちました。今ね、岩槻の街中、ちょうど岩槻駅入り口のあたりを走ってます。で、走ってるとね、結構涼しいんですけども、湿度が高いのか、止まると信号とかで止まるとちょっと蒸し暑さを感じますね。まだ24度なんですけども、今日も水分補給、塩分補給が重要になりそうですね。はい、武蔵深市駅前です。ここを左に曲がって檜原村役場を目指します。まあ、ここからじわじわとにわかに登っていく感じですね。まあ、そうは言ってもね、ここまで来る間にすでにもうね、300メートル弱登ってるんですけどね。横田基地の時点で200メートル登ってるんで、やっぱりこっちの方が標高が高いんですね。はい、出発。最高読みですけど、駅曲がってすぐね、もう 4,5 パーあるんですよね、この辺も。はい、この小中野っていう交差点で一応市街地エリアは終わりになります。はい、この戸倉の交差点を過ぎると、坂の上の戸倉新道っていう信号までちょっときつい登りがあります。ここからですね。最高上では 9% でした。で、この後ね、晴れた日の午前中走ると朝日が差し込んで木漏れ日になってる、ちょっと雰囲気のいいポイントがあるんですけど、今日曇ってるからどうかな。あ、ダメだ、日が出てなくてただ暗いだけだ今日は。ここがね、結構日が差し込んでね、いい感じなんですよ。
晴れてれば。はい、ここから檜原村です。あーでも前回の徳坂の時より全然涼しいな。今日は都民まで行かないので、まあ、普段よりちょっと頑張り目で走ってます。はい、役場通過です。で、そこの橘橋の交差点を右に曲がります。あの檜原豆腐千歳屋さんの方ですね。ああどうしようかな、豆乳ソフトクリーム食べとこうかな。あれ千歳屋さんまだやってないのかな。まあいいや、もともと寄るつもりではなかったし。こっからね、5キロぐらいです。涼しい。もうここ結構急だな。いやこの辺ほんと涼しいですな。この先ね、 T 字路を右に曲がるんですけど、曲がってから多分3キロぐらいで鹿野戸岩なんですけど、その曲がってからがちょっとね、勾配がきつそうな雰囲気なんですよね。昨日ルート引いてみた限りでは。もうそろそろかな、曲がるところまで。へえ、こんなところに郷土資料館なんてあるんだ。鹿野戸岩右3キロ。はい、後方よし。もうここからインナーでいいや。なんでもね、鹿野戸岩っていうのは神様の通り道っていうなんか言い伝えがあるらしくて、なんか岩と岩がなんか V 字型になんか相対してる地形になってるみたいです。うわ、北秋川が超綺麗。ちょっとここでもうドボンしたい気分。こっから降りていけるんだな。
いやいいね、帰り寄りたいな。なんか映像だったら分かりづらいと思いますけど、ずっと登ってますね。まだかね。すいません、ネホスさんのあらいい気遣いばっかりで。いや少しぐらい平らになってくれてもいいじゃん。うわまだ登ってるよ。あと1キロぐらいかな。あ、1キロ切ったぽい。いやこれきついな。少し勾配が落ち着いたかな。まあ平らにはなってませんけどね。ああこの辺でキャンプやるのもいいね。予約制みたいですね。もうここは最後の踏ん張りどころかな。
着いたみたいです。はい、到着しました。カノト岩、この写真のように左右でなんか切り立った感じで V の字になっているのがカノト岩みたいです。ちょっと渓谷を少し進んでみたいと思います。こういう感じになってるんですね。水量もなかなかです。ちょっと何枚か写真撮っとこうと思います。はい、とりあえず何枚か写真を撮りました。でこの先はですね、まあ、あの前に見えてるあのはしごだったりとか、さらにその後はあの足場の狭い岩場とか鎖場を伝っていかないと奥に進めないようなので、まあ、SPD シューズとはいえね、さすがにあのクリート付きの靴で踏み入れるような場所ではないと思うので、ちょっとあのこっち側からはこれで断念して、ちょっとあの随道の方からあのトンネルを通って奥あの裏側をちょっと見てみたいと思います。これが随道ですね。だからね、中でカーブしてるらしくて相当真っ暗らしいです。でも本当に真っ暗です。やばいぐらいに。肉眼ではそれなりに見えてますけど、もうカメラだと本当真っ暗ですね。今あのボルト400のハイモードで映してる、あの照らしてるんですけど、本当真っ暗です。いやすごいな、これ岩むき出しで手掘りなのかな。あ、でもここからはコンクリートってあるんだな。はい、出口です。距離は短いんですけどね、この途中で曲がってるせいで真っ暗になってます。ここが入っていけんのかな。このトイヤは上域、新域、そして地域の人たちが大切にしている場所です。やっぱりね、神様が宿っている場所なんですね。気をつけて。あーでもすっごい涼しいです。
やー、ここいいですね。ちょっとこの先はもうね、鎖場なので足元も狭いし、ちょっとここまでにして、ちょっとこの下に降りてみようと思います。よいしょ。いやー、なかなかマイナスイオン出てますね。もう見えませんけども、ちょっとここでも何枚か写真撮っていこうと思います。せっかくなので足を入れてみたいと思います。おお、釣れてー。超気持ちいいです。おお、気持ちいい。当たってすげえ気持ちいい。さて、とりあえず目的も果たしたので帰ろうかな。ああ、いやー、気持ちよかった。はい、とりあえず、目的を果たしたので、下に降りようと思います。いやー、ジャージがびしょびしょだから超絶涼しいです。いやー、帰りは楽ちんですね。ちなみにカノトヨまでね、獲得標高が 570m でした。なのでどれぐらい、筑波山ぐらいかな、分かんないけど、まあ、それなりに大変でしたけど、帰りは早いな。例えばさっき下に降りる場所あったから帰りに寄ってみようかなって言ってましたけども、まあ、ぶっちゃけもうどうでもいいです。あ、どうすかな、せっかくだからホッサーの滝も見ていこうかな。もうその時冬に氷瀑を見に来たっきり、まだ流れてる状態の滝を見たことないので、首都圏さんのところをね、入ってくだけで見れるので、いやー、全然漕いでませんね。こことか結構下ってるね。ここ登ったんだ。シトフェアさんは空いてるのかな、お休みなのかな。ソフトクリーム食べたいな。おお、空いてますね。はい、千歳屋さんです。ソフトクリームの豆腐ミルク。はい。
豆腐ミルクのソフトクリームを購入しました。いただきたいと思います。はい、ソフトクリームを食べたので再出発です。ホサの滝行こうと思ったんですけど、なんか今日かなり混んでるみたいなので、あそこもね、なんだかんだ言って入り口から実際滝までね、まあ、トレッキングみたいなコースを 300-400m 歩かなきゃいけないんで、ちょっと今日はやめときます。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、滝がね本当に気持ちよかった。鹿野岩はとても、ね、おすすめです。千歳屋さんからまあまあ登るんですけど、まあ、時坂峠とか富の森に比べれば全然楽なので、まあ、僕でも登れるのでおすすめです。パワースポットですし、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで今回も動画のご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。